FM 東京、株式会社 FM 東京、FM 東京は東京都を放送対象地域として超短波放送、FM ラジオ放送を行う特定地上機関放送事業者である。1970年4月26日に日本で3つ目に一般放送事業者が開設する超短波放送、FM の放送局として開局した。全国十八局の 全国 FM 放送協議会、ジャパン FM ネットワーク、JFN のキー局である。1990年10月1日より、東京 FM、東京 FM のステーションネームを使用しており、現在は、局名告知を除いて会社名である、FM、東京を放送で用いることはない。略称は、TFM、キャッチフレーズ、CI は、80、ラブ、AT、ポイントラブ、 80i.2000 年代後半にはジングルに乗せて、サテライトスタジオ、東京 FM 渋谷スペインザカスタジオ、東京 FM ミドタウンスタジオの宣伝や、ラジオコマーシャルの広告主募集の案内、トゥリ80を流していた。これは、他の在京各局には見られない特徴である。2009年から、毎週月曜日を、グリーンマンデーと称して、 グリーン電力を活用した放送を行っている。公式サイトのトップ画面も緑色をベースとしたものに変更される。FM 東京が出資している主な放送事業者、2012年7月末現在。企業、団体は当時の名称。出店。スペイン坂、ミッドタウン両スタジオ閉鎖後の2018年7月現在は、平日の 全ワイド番組と土曜日のカウントダウンジャパン、桑田圭介の優しい夜遊びなどで使用。また、二つのスタジオの間には小規模のアナブースがあり、ここから JFN ニュースなどが放送されている。当社の前身にあたる FM 東海で、1959年6月1日から1970年4月25日まで放送されていた東海大学付け職防制。 高等学校の授業番組、持ち生高校講座を継承し、1988年まで、平日の5時6時30分、18時30分に10時48分に、高校通信教育講座として放送していた、テーマ曲は、3イコールサウンス、動物の社肉祭より、白鳥。1988年以降は、当社の大株主である。 日本電機が開発した専用のコンパクトカセットテープレコーダー付きラジオでなければ聴取できない超短波音声多重放送での放送に移行。生徒へは無償対応。また、超短波音声多重放送は当社のこの例のみである。1995年からミュージックバードに移行。超短波音声多重放送は1998年に終了。 現在は専用ウェブサイトにて実施。相性が FM 東京であった時期、1990年9月までは、ゴールデンタイムは前日の高校通信教育講座を除き1時間単位の番組が並び、またこれらの番組を含め、全日であらかじめ流れる楽曲が決まっている番組が多く、編成全般を通じて落ち着いた印象があった。しかし、 1980年代後半からのライバル曲の増加やネット曲を抱える事情から生放送を中心にした構成のものへと変化していく。また選曲についてもポピュラー音楽やクラシック音楽を中心にしながら邦楽、純邦楽を扱う番組も放送されていた。インターバルシグナルの音楽は1970年の開局から現在まで継続して使用されているほか、 曲名告知では、こちらは、ジョアウ FMFM 東京。お聞きの放送は、東京 FM ですと、会社名と相性の両方をアナウンスしている。また、クロージングで流れる、歌は終わりぬ、ザ・ソング・イズ・エンディド、マントバーニ・オーケストラの縁は、全身にあたる FM 東海の放送終了時にも、使用されていた。年月日のクロージング、月日の、 オープニングでは、80、ラブのステーションジングルが、秘密結社高の爪とのコラボレーションジングルである、投票投票、FM に変更され、さらに曲名告知でも、FM 東京、投票 FM ですと、東京 FM の部分のみ差し替えられていた、コラボレーションの詳細については口実。このコラボレーションは、2013年7月14日のクロージング。 7月15日のオープニングでも行われた。旧アンテナからの最後の放送となった2013年2月10日のクロージングと新アンテナへの移行を伝える2月11日のオープニング。この日のみオープニングは4時54分に放送されたわ。中継局と周波数、出力に加えアンテナの地上校も読み上げられた。オープニングの直後には、 小林克也による曲名告知も放送され、同日から2月24日までは4時59分に東京 FM で番組を担当する日替わりパーソナリティによる曲名告知が放送された。普段は月曜朝以外はない。またこの告知はアベレージなどキャラクターも含む。また2月18日は秘密結社高の爪のキャラクター。 吉田くんがオープニングの曲名告知を担当した。2015年4月20日から、シェイの歌う第1曲45周年記念ジングルが主に使用されている、東京 FM 東京 FM 感想80、ラブなど。また、同日より、東京 FM ニュース、東京 FM トラフィックレポート、ドライバーズインフォで使用されるジングルもリニューアルされた、東京 FM ニュース。 東京 FM トラフィックレポート、東京 FM 東京 FM80、ラブなど、M フロ時代と異なりそれぞれジングルは異なるものが使用されている。その他にも2012年12月から週末限定で新しいジングルも使用されている。BGM に、ラブ、ラブ80、ラブ東京 FM のオン、ストップミュージック、東京 FM80、 ラブのフレーズを乗せたバージョンと、80、ラブのキャッチフレーズが入らない、バージョンの2種類がある。さらに2013年4月からは、リップスライムやカルメラが作成した、東京 FM80、ラブを使ったジングルが多数使用されている。リップスライムは、東京 FM、東京 FM、東京 FM、80、ラブ。カルメラは、東京 FM、東京 FM、80、 同イとなっている。2010年4月から2015年4月19日放送終了までは、M フロのプロデュースによるジングルが主に使用されており、現在も一部で、使用短いバージョンは、東京 FM ニュース、東京 FM トラフィックレポートのジングルとしても使用されていた。また開局40周年であった2010年には、同じメロディーで、東京 FM40 感想80、 ラブと歌うバージョンが使われた。2008年10月から2010年3月までは、小山田慶吾が作曲した、80、ポイントラブのコーラスが、ステーションジングルとして使用されていた。またそれ以前には、Just Me、Just 80東京 FM、2005年4月26日から2008年9月、や、ベストヒットステージョン,イン東京東京 FM80、 2001年から2005年までの JFN 共通ジングル東京 FM80.01990 年代など周波数 80.0MHz を強調したステーションジングルが多く制作されている。1990年代の一時期にはピチカート5が担当したジングルも使用されていた。2001年4月より東京 FM をキーステーションに放送する。 全国ネットの番組一部を除くで、時報後、約10秒ほどジングルが流れている。80、ラブ東京 FM、80、ポイントラブ東京 FM、アースヒューマン・コンシャスの活動は、コスモ石油と東京 FM を中心に、JFNK 局合同で行っている。このため、競合する石油元売り他社の CM は引き受けない。この数年は、 イメージキャラクター出演の CM2009 年からは加藤夏希、ALA、アミノレブリンさんにまつわるもの CV、くぎみやりえ、年末には全国のコスモセキ USS 店のスタッフによる挨拶が流れている。こちらも参照。また FM ラジオ付け携帯電話、FM 携帯との関連で、携帯電話のスポット CM は2012年秋、改編まで au。 KDDI 以外流れなかった。au は、スクールオブロック、au ミュージックチャートのスポンサーだったが、改編後は番組が終わるなどしたためすべて降板。ドコモは、シーソーメール、ラブファミリー、ラベファミリープラスなど、冠番組、冠コーナーに出向。かつては、j フォ o n e b o r d a も出向していたが、ソフトバンクモバイルになってからは、ラジオ局に一切出向していない。 番組の情報やタイムテーブル、番組出演者のインタビューを載せたフリーペーパーマンスリータイムテーブル2009年2月号を毎月末に発行している。主要 CD ショップや渋谷スペインザカスタジオなどで入手できる。また、以前は一部のコンビニなどでも入手が可能だった。もう参照、在京テレビ企画局と共同制作することが多い。 TFM レストロンツとして3点のレストランを運営している。星印の店はクーポンを発行している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。